小林小太郎から1904年10月30日は、明治時代前半期の日本の文部官僚。9位を松山藩士。意味名は、義州、字は小彦、号は、六六、桃井氏。長らく文部省の翻訳事業に携わり、欧米への日本の教育事情の紹介、並びに、日本の教育制度の近代化に貢献した。海元年1月27日。 田中藩法術師範小林企業の長男として、江戸赤坂氷川大の藩邸に生まれる。蔓、ま、延元年、高輪の東全寺に設けられていたイギリス講師館に預けられ、医師ウィリアム・ウィリスから英語を学んだ。文久3年2月、生麦事件後の日英関係悪化に伴い、講師館から引き取られ、間もなく、慶応義塾に入社。 慶応義塾入社長には書筆にその名が記されている。翌年、幕府の洋楽研究教育機関、改正書に移り、慶応2年12月に、英学教授鉄大並出役、翌慶応3年12月に、英学教授鉄大出役となった。また、慶応3年3月、伊尾松山藩大小生となり、幕府崩壊後の明治元年10月には、同伴洋楽司教を拝命。 さらに横浜フランス語学所に派遣され、フランス語を学んでいる。明治2年7月、完成改革により、新政府のとに大学校が置かれると、同年9月に大学省助教を命じられ、ほどなく大学中助教大学大助教に承認。明治4年7月、文部省新設に伴い文部大助教にさら任された。この間、明治3年6月に、 大阪洋学所在勤となり、明治4年1月には、大学中博士、入江文雄、同、鈴木徹と共に、学術研究のため1年ほどの予定で、欧州派遣を命じられた。小林は英国を目指し3月に出向。翌年6月の帰国命令により、明治6年1月に帰国した。帰国後は同年中に、文部省六等出資まで進み、明治十年一月に、 文部省報告課雇いとなった後、明治13年6月に文部省書記官に就任。明治15年8月には文部県大書記官に進み、明治18年12月に秘職となるまで文部省に在職した。省内では文部省年報の英訳を手がけるとともに、欧米教育資料の翻訳、紹介に従事。役所として文部省から、バジイケル式母法。 生態論、バジー・ケルシー副式規模法、教育辞林が刊行されているほか、文部省観光の文部省雑誌、教育雑誌には翻訳記事が多数掲載されている。母器教科書、バジー・ケルシー規模法は長期にわたり全国で使用され、教育辞林は観光以前に薬校が教育例立案の参考資料として徴用された。また、 明治6年9月から翌年11月まで、報告課長。明治13年6月から、報告局副長。明治14年10月から、報告局長。明治18年2月から学務一局副長を務め。さらに明治13年7月から翌年9月まで、東京図書館長。明治14年4月から翌年1月まで、体操練習書主官。明治18年12月中に、 東京大学予備門事務取り扱いを兼務した。明治21年12月に、非職満期となり退官した後も文部省の翻訳業務に携わり、引き続き文部省年俸の英訳に従事。明治37年に開催されたセントルイス、万国博覧会に同省が出品した、高官な教育報告書の英訳も手掛けた。その他、明治21年7月に大日本教育会理事、 翌年12月に同会主事権表議員となり、明治33年には神田区学務委員に当選。翌明治34年12月から明治36年7月まで委員長を務めている。明治37年10月30日、去年57で死去し、東京下役谷中の天皇寺に葬られた。ありがとうございます。